私の父さん飲み付けだった酒飲みの女房にゃなりたくないの木桜初竹梅菊政宗鴨鶴白鶴沢戸鶴はい次はこちらの銘柄になります。皆さんよく聞いてください。もうすぐあの人と結婚します。カレーよりもお酒に泣かされるでしょう。池雲芝の井神奈川綾子町白菊よさ娘栗の葉裏の勘肝心なところで間違えてしまいました。もう本当にもう一番間違えちゃいけないところで、なんか私こうずっと練習してる時からこう組の裏組の裏って思ってるんですけど、組浜組浜って頭の中に来ちゃうんですよね。すいません、組の裏です。失礼いたしました。歌三振小梅 with N でございます。先ほどはですね、もう一人藤原さんというギター のおじさんが入っとったんですけれども、いつの間にか姿が消えてしまいまして、どこ行ったんでしょうね。でその隙に with N ということで永井と小梅が歌っております。私矢部市の南の方から参りまして、本業は手作りパン工房小梅屋という100%国産小麦で焼いてるパン屋でございます。また京都府にはまだ進出しておりませんけれども、ぜひご要望がありましたらどこへでも全国発送させていただきますので、よろしくお願いいたします。隣の N こと永井さんはですね、担当長にお住まいでして、大丈夫ですか？永井さんもずっと11時ぐらいから出ずっぱりでしてね、だいぶこう体の水分が抜けてると思うんです。もう夫婦でも何でもないんで、永井さんこんなところで倒れてもらったら私奥さんに本当に申し訳ないので、なんとかこのステージ乗り切っていただきたいと思ってるんですけれども、お願いしますよ、水分補給してくださいね。私長いこと喋りますので飲んでいただいたら結構です。で、永井さんはですね、先ほどからずっとステージ見ている方は感じていらっしゃると思うんですけど、ギター持ったりですね、バンジョー持ったりですね、ドゴロギター持ったりですね、マンドリン持ったり忙しいんですけれども、今はバンジョーという楽器を持ってます。この三線の沖縄の三線の音色とバンジョーの音色っていうのは意外と似てまして、とっても合うんですね。で、日本全国で多分バンジョーと三線とでやってるのは私たち2人だと思っておりますので、皆さん今日は珍しいいい機会に立ち会っていただいたということで、聞いていただきたいと思います。そしたら朝戸屋ゆうた、沖縄民謡の一番ポピュラーなものなんですけれども、よかったら手拍子とか左右ゆいとお囃子を入れるなりしていただいたら盛り上がっていいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。Thank you.
では最後の曲になりました。最後の曲です。最後の曲になりました。あえて曲名は言わないで、みんなが知ってるんですけれども、多分初めのワンフレーズしか知らないんですね。でその後は皆さん初めて聞く歌詞かなと思いますので、できたらちょっとご耳に覚えて帰っていただいたらと思います。ではいきます。ミストビラダンハンバハンバブヤンランダバウラダンポチュカナカサクヤン。次は2番3番あ3番4番と日本語の歌詞になりますので、ちょっと安心して聞いてください。モスラヤモスラ助けてよと呼べば、時を越えて海を越えて波のようにやってくる守り神。ボスラやボスラ優しささえ忘れ、あれ果てた人の心祈りながら歌いたい愛の歌。はい、次ですね。ボスラやボスラ、どんなんか咲くやインドムルストビダダハンバハンバムヤランダバウラダンドンジュカカカサクヤボスラヤボスラボスラヤボスラ。ありがとうございます。こういうところでありがとうございました。どうでしょうか、東方の方からスカウト来ると思いませんか。大丈夫ですか。次 の、 モスラの新作にはぜひぜひ呼んでいただきたいと思っております。コメでございました。ありがとうございます。間違いなくこれからなるやん。俺のお持ち帰り用なくなってるやん。ないですね。これはないですね。とりあえず今から720円です。
多分次のバスでなくなると思う。はい、一瞬お時間、はい、どうぞ。はい、はい、いいえ、とんでもない。もうそっち側でいいですか。はい、まあ、立ってないと。はい、はい、質問をあらかじめ聞いていいですか。はい、酒の出来特徴はですね、おすすめのお酒とかがありましたら。はい、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 まず今年もできて、レイジさんに今日のおすすめですか。はい、はい、そうですね、今年は温度変化っていうのは結構ダゴ変化があって、冷えるときにはすごく冷えたり、なかなかちょっともろみの管理っていうのが難しかったんですけどね、まあ、どうにかもろみを管理して、まあ、無事いいものができたんじゃないかなと思ってます。そうですね、実はですね、この今年の5月に、リリースしたばかりの、銀閣プロという、いわゆる大吟醸の原酒というのを、新発売しております。でそちらが今回、インターナショナルワインチャレンジという大会で、推奨酒ということでね、選ばれておりますので、こちら試していただければよろしいんじゃないかなと思います。そうですね、やはり大吟醸ですので、とてもフルーティーな香りがあるということと、あと4割磨きですので、とても雑味が少ない味わいが特徴でございます。今日の会場の雰囲気ですか。そうですね、もう見てもらっての通り、もう本当に座るところをどこ座ればいいですかっていう質問が来るぐらい椅子が埋まる感じのお客様の会議なんで、とてもありがたいなと思っています。ありがとうございます。はい、OK です。ありがとうございます。あー、緊張する。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、すいません。お毎年恒例になりました。恒例だ。俺だってこれ飲むの初めてだ。本当ですか。これ飲み出してるの今日ツアーです、ね、あ、そうか、今日そうですね。そう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 、さっきチケット出してるのに、えっと思って1回くらい頼んだ。どうぞどうぞ。あ、今年10枚なんですよ。いつも普通してやってますけど。多いな、多いな。あ、多いですよ。やっぱ地元への立地がすごいですね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。無料振る舞い酒こちらでございます。どうぞ。はい、どうぞ。はい、すいません。こちら無料振る舞い酒のね、濁り酒でございますね。どうぞ。はい、かしこまりました。すぐお願いしますね。はい、かしこまりました。あ、ごめんなさい、すいません、お客様。どうぞ。はい、かしこまりました。持っていっちゃいました。はい、よいしょ。すごいすごい。はい、よいしょ。はい、すいません、ありがとうございます。失礼します。よいしょ。はい、それと、はい、かしこまりました。3つ、はい、かしこまりました。はい、どうぞ。ありがとうございます。中村さん、カップ取って。少々お待ちくださいね。よいしょ。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、秘蔵2月2日だけですよね。もっとね、お客様に渡してたりたいな。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、これ振る舞いだけ。はい、どうぞ。ありがとうございます。見てこちら。はい、はい、どうぞ。こちら、この話の分2つ。はい、かしこまりました。どうぞ。あ、ごめんなさいね。どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、多分大丈夫。これぐらい量は。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、お待たせしております。どうぞ。はい、いいわ、いいです。純米酒濁りだけです。どうぞ。
えっと、まず、いや違う、水でいい、水はこっちの方が、で、土日また行く、まずその土日からちょっと、あの土日で行くと、にぎやかしをさせていただきたいと思います。タズマブルーグラス会です、よろしくお願いします。英語で歌います。ブルーリッジキャビンホーム。